1850年から1860年にかけてのアメリカ合衆国の成長本校では、1849年から1865年にかけてのアメリカ合衆国の歴史を扱う。この期間の最も大きな出来事は、南北戦争であり、アンテベラムと呼ばれる戦前の時代には、南北戦争の原因となる多くの重要な出来事が起こった。 1840年代から1850年代のアメリカ合衆国は工業化という総手段の変革によって北部と中西部の経済が変化し全体として経済と文化の変動を経験していた移民も北部に偏って増え続け大きな文化的変化をもたらしていた1849年にカリフォルニアゴールドラッシュが起こったことでウィルモット条項で提起された 奴隷制問題を議論の前面に押し出した。カリフォルニアをアメリカ合衆国の州として受け入れることは1850年協定で落着した。この妥協では、米国戦争の結果、獲得した領土の残り部分についてその政治的姿勢が人民主権によって決定されることとされた。逃亡奴隷法に関する議論が続き、党派構想が常のことになった。 1854年、カンザスネブラスカ法で、新しい州のそれぞれが奴隷制に関する姿勢を決められることとして、ミズーリー妥協を無効にした。カンザス州で、奴隷制擁護派と反対派が入植してきて対立し、結果的に奴隷制反対派側が勝ちを収めたことは、共和党の誕生で兆候のあった構想に火をつけることになった。1861年までに、 カンザス州がアメリカ合衆国に加盟し、議会の勢力バランスが崩れていた。1860年にエイブラハムリンカーンが大統領に選ばれた後、その年遅くから1861年前半にかけて、南部の11州がアメリカ合衆国からの脱退を宣言し、2月9日にはアメリカ連合国政府を樹立した。南軍の PGT ボーリガード将軍が、 サウスカロライナ州にある北軍の基地、サムター取りの部隊を砲撃した時に南北戦争が始まった。それに続く4年間、国内は奴隷制都州の権限に関わる長く深刻な問題で分裂し、アメリカ合衆国の歴史の中でも最も暗い時代になった。都市が成長し工業化の進んでいた北部州が主に田園の農業地帯である。 南部州を最終的に破ったが、双方ともに60万人から70万人が殺され、南部の土地の大半は荒廃した。1860年の国勢調査に基づけば、この戦争で13歳から43歳までの白人男性の8%が死に、その比率は北部では6%だったが、南部では18%にも達した。最後は、 奴隷制が廃止され、アメリカ合衆国は一つに戻った。1840年代までに、アメリカ合衆国の経済は、大きな変化を経験していた。アレクサンダー・ハミルトンのビジョンに従い、工業強国への道を歩んでいた。それ以前の時代は、動きが遅く小さく散りばめられた、田園社会だったがこれが消えていき、トーマス・ジェファーソンが描いた性能と、 職人からなるビジョンは終わりを告げつつあった。ヘンリー・クレイの提案したアメリカシステムが連邦政府の予算化したナショナルロードやエリー運河など他のプロジェクトで交通手段を革新していた。この時代に新しい鉄道が運河と直接競合を始め、鉄道会社は運河よりもかなり安い運賃かつ短時間で物品を運んだので新たな交通革新が起こった。 さらに鉄道は、水路とは、必ずしも結びつかなくても、新線を建設していった。貴族と呼ばれることの多かった、鉄道会社所有者は優先株式の販売と、州政府の援助によって、路線の拡大を手当てできた。多くの議会は、鉄道会社に公有地を安く売り、州の金で、鉄道会社の株を購入することで、州内に、 産業革命の経済的成功をもたらすことに熱心だった。間もなく、連邦政府も鉄道会社との土地取引をはじめ、交通の発展を助長させた。市場に送られる商品の生産についても別の革新が起こった。建国当初は熟練した職人が自分の仕事場で自ら個別に商品を製造していた。1840年代には、 この一個生産の仕組みが、個々に生産された部品を異なる場所で組み立て、商品として完成される分業生産の仕組みで置き換えられた。この分業生産は一つの場所で一つの部品を作り続けることで効率化が進んだ。イーライ・ホイットニーが普及させた互換性のある部品を用いる方法で、労働者たちが一つの場所で部品を組み立て商品にする。 工場生産の仕組みが始まった。マサチューセッツ州ローウェルにあったような初期の工場は、主に女性を雇用していた。1860年代までに、工場生産の仕組みが流盛してきたことで、熟練職人の時代は終わった。それでも工業化の大きな時代は、南北戦争後まで待たなければならず、工業生産の大半は、まだ小規模な工場での製造に頼っていた。 新しく工場での職が生まれたことで移民がアメリカ合衆国に殺到し1840年代と1850年代は第一次の大量移民の波が起こったこの時代は古い方の移民の時代とも呼ばれ420万人の移民がアメリカ合衆国に到着して総人口は2000万人にもなった歴史家たちはこの時代の移民を プッシュプル移民と呼ぶことが多い。アメリカ合衆国にプッシュされた移民は生存を危ぶまれるような貧しい状態のゆえに移民してきており、一方、プルされた移民は大きな経済成功機会を乱すために安定した環境から引きつけられていた。プッシュされた移民の代表が母国での飢饉から逃れてきたアイルランド人だった。彼らは ボストンやニューヨーク市周辺の海岸都市に入り、その貧しさとローマカトリックの信仰ゆえに当初はあまり歓迎されなかった。集団となって不潔な地区に住み、低賃金で肉体労働に就いた。カトリック教会はヨーロッパの貴族性の象徴として多くのアメリカ人に嫌をされていた。一方ドイツ人移民は母国で差し迫っている経済破綻を避けるために、 アメリカにプルされていた。アイルランド人とは異なり、その動産を売り払ってきているものが多かったので、金を持ってアメリカに来ていた。ドイツ人移民には、プロテスタントもカトリック教徒もいたが、カトリック教徒であってもアイルランド人のような差別は受けなかった。ドイツ人は海岸地域よりも中西部に入るものが多かった。オハイオ州。 シンシナティやミズーリ州セントルイスのような都市でドイツ人人口が拡大した。アイルランド人移民とは異なり、ドイツ人は教養がある中流階級で経済的理由よりも政治的理由でアメリカに移ってきたものが多かった。ニューヨーク市のような大都市では移民たちがゲットーと呼ばれる民族居留地を形成し、貧困と犯罪が多く見られた。 これら移民の集まった地区の中でも最も悪、なだかかったのが、ニューヨークシマンハッタンのファイブポインツだった。マサチューセッツ州、ローウェルのような場所ではより高い賃金、より良い労働条件を求めて労働者が先導するようになり、工場所有者は女性労働者に変えて安い賃金で働き、工場の条件について、うるさく言わない、移民の方を雇うようになった。 フィラデルフィア憲法制定会議で新しくアメリカ合衆国という国を建国するために行われた議論で建国の党たちが考えたことはニューヨーク州やバージニア州のような大型州とデラウェア州やロードアイランド州のような小型州の間に大きな歪みが生まれることを示唆していたように見えた。しかし1820年までにアメリカは南北で分かれることが 明らかになってきた。1820年の水売り妥協はこれら、党派的分裂が初めて明らかになったものの、一つだった。トーマス・ジェファーソンからジョン・ホームズに宛てた有名な手紙では次のように書かれていた。私は長い間新聞を読むのを止めており、社会事情に注意も払わなかったが、私のところからいくらも離れていない対岸では、社会が安泰であり、 移動者には満足のいく状態であることを確信してきた。しかしこの重大な問題は夜の継承のように私の目を覚まさせ恐怖に捉える。私はそれを同時に合衆国の嘲笑であるとも考えた。1819年に水売州が州としての昇格を申請したとき、奴隷制はすでにその準州時代から規制事実だった。 ニューヨーク州選出のアメリカ合衆国会議員、ジェームズ・トールマッジは、ミズーリが奴隷州として合衆国に加盟することを許すべきではないと提案した。同じ年にメインが州昇格を申請したことで逃げ道が用意された。アメリカ合衆国上院はメインとミズーリの州昇格申請を単一の法案とすることに合意した。さらにミズーリでは、 アーカンソー州北境界である北緯三十六度三十分より、北では奴隷制を禁じてもいた。危機が回避された中で、水売りリ打に関わる議論によって、新しい合衆国に、すでに存在した東波的緊張関係を、白日のもとにさらすことになった。北部と南部は、その設立自体から異なる方法で行われ、長年の相場に、全く異なる発展を遂げていた。 エリー運河の建設の結果として生まれた交通革新は1780年代後半にアレクサンダー・ハミルトンが提案した路線に沿って北部における経済発展と工業化に拍車をかけた。蒸気船の発展、さらに重要なことに鉄道の発達はこの経済発展に大きく貢献した。この工業化の過程は ハミルトンのライバルであるトーマス・ジェファーソンが描いた農業を基本とするままだった南部にはほとんど訪れなかった。奴隷制が南部経済を生き続けさせた。その結果、2つの地理的地域は上院と下院で常に反目し合うようになった。1848年、グアダルーペイダル語条約によってメキシコから得た新たな領土はミズーリ州加盟の時にこの国を掴んだ。 党派的論争を再開させた。奴隷制が新しい領土まで広がることについて北部の連邦議会議員であれば恐れ、南部の議員であれば期待した。米国戦争が始まってから間もなく民主党の連邦会議員デイビッド・ウィルモットがメキシコから勝ち取った領土は奴隷制のないものにすべきと提案した。ウィルモット条項は奴隷制の拡張に関するものだったが、 それと同じくらい民主党内の党派的清争でもあった。現職大統領マーティン・バンビューレンがテキサス併合を支持しなかったために大統領候補にすらなれなかったことで北部の民主党員は動揺した。彼らは民主党を南部が支配することにうんざりしていた。ウィルモットの法案が成立することはなかったが、南部人はその社会の仕組みに対する攻撃と考えて、 動揺した。ウィルモット上皇が失敗すると、上院議員のルイスカスが議会に人民主権の考え方を提案した。議会が党よりも会派で分裂を続けていたのでこれを一つにまとめるために、カスは議会には順守に奴隷制を認めるかどうかを決定する権限はないと論じた。なぜならば、憲法にはそのための権限が挙げられていなかったからだった。 カスはその代わりに順州に住んでいる大衆が自分たちで奴隷制問題を解決すべきと提案した。民主党にとってこの解決案は見た目ほど明瞭ではなかった。北部民主党員は順州議会が招集された時に順州に生活する人民がこの問題に結論を出すことができるという居住者主権を要求した。南部民主党員は連邦議会に対して 州省格の申請がなされる、州憲法の採択時に、奴隷制問題が決着しているべきと論じて、この概念に論爆した。カスや他の民主党指導者たちはこの問題を明確に、できなかったので、選挙が近づいていた時でもあり、どちらの会派も侮辱されたように感じることもなかった。1848年に、 カスが選挙で敗れた後、イリノイ州選出の上院議員スティーブン・ダグラスが、党の指導者となり、カンザス・ネブラスカ法で提案することになる、人民主権の考え方に密接に結びつくようになった。ゴールドラッシュ初期に、カリフォルニアに向かう船1848年、アメリカ合衆国大統領選挙で、ホイッグ党のザカリー・テーラーが新大統領になった。 現職のポーク大統領はその任期中に全ての目的を果たしたことと健康が衰えていることを理由に再選を求めなかった。この選挙の時にウィルモット上皇を支持した奴隷制度ハイシュロム社の集団である自由の土地等が頭角を表した。自由の土地等を創設したことは 第二政党制の崩壊の予兆となった。既存の政党は、奴隷制に関する議論をそれ以上封じ込めておくことができなくなった。奴隷制問題は1848年にカリフォルニアで金が発見されたことで、より喫緊の課題になった。翌年には大金をつかむことを目指した投機者や炭鉱士が大量に殺到した。と呼ばれるカリフォルニアへの移民は、 大半がその職、家及び家族を捨てて金を求めてきていた。西海岸に初めて中国系アメリカ人を引きつけたのもこの時だった。フォーティナイナーズの大半が金を発見できなかったが、サンフランシスコや新しい自治体であるサクラメントの都心に入植することになった。カリフォルニアへの人口の流入によって1850年には就額を申請することになった。 カリフォルニアがアメリカ合衆国に加盟することは議会におけるバランスを崩すことになるので新たな会派的緊張関係が生まれた。差し迫っているオレゴン、ニューメキシコ及びユタの州省核もバランスを崩す恐れがあった。南部人の多くはこれら順州の状況からして奴隷制を拡大しそうにないことを認識した。連邦議会での議論が紛失し、1850年に 解決案が見つかるまで続いた。1850年協定、または妥協は、イリノイ州選出の上院議員スティーブン・ダグラスが提案し、偉大なる仲裁者であるヘンリー・クレイによって支持された。この妥協により、カリフォルニア州は自由州として、連邦加盟を認められ、テキサス州はその、西側領土を手放すことについて、金銭的に保障され、奴隷貿易は、 コロンビア特別区で廃止され、南部に対する情報として、逃亡奴隷法が成立し、また最も重要なことは、ニューメキシコ巡州はその政治姿勢を人民主権で決定できるものとされた。1850年協定は一時的に分裂問題を解決したが、平和は長く続かなかった。奴隷監視人は、大半は貧しい白人で、奴隷法を破った奴隷ならば停止させ、 捜索し、無打ち、傷を負わせ、さらには殺す権限までも与えられた。奴隷制度廃止論者は、奴隷法を南部社会の野蛮さの例であると攻撃した。南北戦争前のアメリカ合衆国で、奴隷制に関する議論にはいくつかの側面があった。奴隷制度廃止論者は、第二次大覚醒及びヨーロッパ啓蒙主義の中から、直接現れ、 奴隷制を神や類は理性に対する冒徳と見た。奴隷制廃止運動は禁止運動とも同様な根があった。1852年にハリエット・ビーチャーストのアンクルトムの小屋が発売されると奴隷制度廃止運動を活性化した。しかし、奴隷制に関する議論の大半はその道徳性よりも奴隷制の拡張についての合憲性に関するものだった。 奴隷制の利点よりも議会の権限に関する議論という形を取った。その結果がいわゆる自由土地運動になった。自由土地支持者たちは奴隷制が白人に与えるもののゆえに危険であると考えた。この特別の制度は特権階級が南部の土地、資産及び資本の大半を支配することを確実にしていた。 アメリカ合衆国南部はこの定義によって民主的ではなかった。奴隷権力陰謀と戦うために国内の民主的理想が新しい領土と南部に広がらねばならなかった。しかし南部では奴隷制が多くの方法で正当化されていた。1831年のナットターナーの反乱は南部白人を侵犯させた。さらに新南部に農産物の王様、 キング・コットンが拡大することが、南部社会にその制度を浸透させた。ジョン・カルフーンの論文、奴隷制用語論では、奴隷制が単純な必要あるではなく、肯定的善であると論じた。奴隷制は、いわゆる、アフリカの野蛮人に対する恩恵である。それは、彼らを文明化し、彼らの必要とする修正の安全を保障するものだ。この議論の下で、 奴隷西洋語論者は、アフリカ系アメリカ人が生物学的に劣っているので、自分で自分の面倒を見られないと考えた。さらには、南部白人は、北部とイギリスのことを、文化のほとんどない、精神の欠けた社会とみなした。北部は汚く、危険で、工業化が進み、生活速度が、早くまた貪欲であるのに対し、南部は文明化され、安定し、 秩序があり、人間のペースで動いていると考えた。1860年国勢調査で38万5000人、足らずが一人以上の奴隷を所有していた。黒人の95%は南部に住んでおり、そこの人口の3分の1を構成しており、一方北部では人口の1%に過ぎなかった。1856年に発行された地理の教科書の 地図1851年にカリフォルニアが州に昇格したことでアメリカ合衆国は太平洋岸まで到達した。マニフェストデスティニーがアメリカ人を大陸の端まで連れて行った。ミラード・フィルモア大統領はマニフェストデスティニーが続くことを望み、この目的のために1853年には日本との貿易協定を設定することを期待して、 マシューペリー提督を派遣した。太平洋岸に至る鉄道が計画され、スティーブン・ダグラス上院議員は、大陸横断鉄道がシカゴを通ることを望んだ。南部人はこれに抗議し、テキサスとカリフォルニア南部を通り、ニューオーリンズを起点にすることを主張した。ダグラスは妥協することに決め、カンザス・ネブラスカ法を1854年に提案した。 大陸横断鉄道がシカゴを通ることと引き換えに、カンザスとネブラスカの順州を組織し白人入植者に解放する提案を行った。ダグラスはこの法案に対する南部の反対を予測し、新しい順州の政治姿勢は人民主権に従うものとするという条項を加えた。理論的にこの条件ならば新しく、州になる時に奴隷州を選ぶこともできた。 ダグラスは南部からの圧力の下でミズーリ妥協を明確に撤廃する説を付け加えた。フランクリン・ピアンス大統領がこの法案を支持し、南部とミニ首党の北部党員も支持した。この法案はホイッグ党を分裂させた。北部のホイッグ党は法案に反対し、南部のホイッグ党は支持した。この結果、北部のホイッグ党員の大半が新しく決闘された。 共和党に加わった。またある者は、奴隷制に対して、明確な姿勢を取らなかった、ノーナッシング党に加わった。南部のホイッグ党員は1850年代予測に、アメリカ党が出現するまで無党派のままだった。カンザスの土地が解放されるや、開拓者たちが新順州内に殺到した。その中には、奴隷制擁護派も反対派もいた。すぐに、両派の間に、 暴力沙汰が持ち上がった。ニューイングランドからの奴隷制度廃止運動家たちは、トピカ、ローレンス及びマンハッタンに入植した。奴隷制洋語派は主に、ミズーリ州から来ており、レブンワースやルコンプトンに入った。1855年、準州議会議員を選ぶための選挙が行われた。この時法的に投票資格のある者は1500人しかいなかったが、 ミズりリ州から流入した者たちのためにその数は6000人を超えた。その結果は奴隷西洋誤派の議員が多数派になった。自由土地支持者がこの結果に起こりトピカで独自の議会を作り上げた。奴隷西洋誤派のミズりリ州人集団が1856年5月21日にローレンスを襲撃した。この後2年間も暴力沙汰が続き、 ルコンプトン憲法が発布された時に収まった。この血を流すカンザスと呼ばれる暴力沙汰は民主党を揺り動かし以前にも増して党派的構想が加熱した。マサチューセッツ州選出の上院議員チャールズ・サムナーは上院でカンザスに対する犯罪と題する演説を行った。この演説は南部とその特別な制度を酷評するものだった。 その演説から数日後に、サウスカロライナ州選出のカイン・員ンプレストン・ブルックスが、上院の休会中に、サムナーに近づき、杖で殴って、重傷を負わせた。この事件が、党派構想の緊張をさらに高めるものになった。ピアース大統領は、血を流すカンザスとの関わりが強く、1856年の選挙では、民主党の指名を得られなかった。 民主党は代わりに、ジェームズ・ブキャナンを候補者に指名した。民主党は、南部で盛んな選挙運動を行った。共和党のことは過激派であり、内乱を誘導するものだと警告した。ノーナッシング党は元大統領のミラード・フィルモワを指名し、主に移民に関する考量で選挙運動を行った。共和党は、ジョンシー・フレモントを指名し、自由土地、自由労働者、 自由言論、自由人、フレモントをスローガンにした。フレモントは北部の大半を制し、もう少しで当選するところだった。ペンシルベニア州とイリノイ州の票をもう少し積み上げておけば、共和党の勝利だった。民主党は勝利したが、次第に南部の党になっていった。こうして、 共和党が北部を、民主党が南部を代表する形で、アメリカは南北に二極化した。これは、第三政党制と呼ばれ1896年まで続いた。ブキャナンの就任直後に、1857年強行と呼ばれる突然の不況に襲われ、民主党に対する信頼感をさらに弱めた。この年春、ブキャナン大統領は、ユタ順州に軍隊を派遣し、 1857年まで続くユタ戦争となった。1857年3月6日、アメリカが危機に陥った。黒人奴隷であるドレッド・スコットが1834年に、主人のジョン・エマーソン博士に従って、奴隷州であるミズーリ州から、北西部条例に従って、自由州であるイリノイ州に移動した。1838年には後に、 ミネソタ州となる場所に連れて行かれた。スコットは1846年にミズーリ州セントルイスに戻り、そこで主人が死んだ。スコットは非奴隷制の領域に住んだことで、自分は自由の身になったとして、その自由を求めマーソンの妻を告訴した。この事件は、最終的に最高裁判所まで持ち込まれ、首席判事のロジャー・トーニーは、ドレッド・スコットが奴隷であり、 アメリカ市民ではないので、アメリカが衆国憲法で保障される権利を持たないと裁定した。この裁定は、奴隷がアメリカが衆国市民ではなく、彼らは劣った階級にあり、能力で劣るために市民にはなり得ないとしたことで、重要なものだった。また水売り妥協は、アメリカが衆国憲法修正第5条があるゆえに、違憲であるとも裁定された。つまり、 水売りリラ教は適正手続きなしに違法に資産を取り上げるものとされた。かくしてドレッド・スコットは自由人ではなくなった。スコットは最初の主人の息子に代われ解放されたが1年後の1858年9月17日に結核で死んだ。この判決によって北部の奴隷制に対する反対運動が強まった。 1857年10月13日、ミネソタ順州は、奴隷制を違法とする、州憲法を批准した。オハイオ州も、奴隷を所有したり所有権を主張することを刑罰に、規定した。政治的には、カンザスネブラスカ法が、水売り妥協をすでに無効化していたので大きな、問題にはならなかった。しかし、最高裁判所が強硬な南部の見解を是認した、ことが、 象徴的なものになった。このことで、南部人を大胆にし、北部人は、連邦政府を支配しようとする巨大な、奴隷権力陰謀があることを確信した。若い時のエイブラハム・リンカーン1858年、イリノイ州における、アメリカ合衆国上院議員選挙で、現職のスティーブン・ダグラスと、政治的には、アメリカ合衆国下院議員を一気務めただけで、 米国戦争に反対したことで知られていたエイブラハム・リンカーンとの間で有名な討論が7度行われたこの討論は彼らのことの妥当性と雄弁さで現在でも有名であるリンカーンはいかなる新しい領土にも奴隷制を拡張することに反対したしかしダグラスは 新しい領土に住む人々が奴隷制を採用するかどうかを決めるべきと考えた。これが人民主権と呼ばれた。リンカーンは人民主権がドレッド・スコットを判決に沿うことになるので奴隷制を擁護するものだと主張した。リンカーンは首席判事のロジャートーニーはアメリカ独立宣言が黒人には当てはまらないといった最初のものであり、 ダグラスが2番目だと言った。これに応えてダグラスはフリーポート原理と呼ばれるようになるものを打ち出した。ダグラスは奴隷制が法的に可能であるとしても、その州の人民は奴隷制に有利な法の成立を拒むことができると主張した。スプリングフィールドにおける有名なリンカーンの別れたる家演説は次のようなものだった。別れたる家は立つことはたわず、 私はこの国家が、恒久的に半ば奴隷、半ば自由の状態で、続くことはできないと信じる。アメリカ合衆国が解体されることを期待してはいない。この家が倒れることを期待していないが、この国が別れ争うことをやめるのを、私は期待する。それは、全体として一つのものになるのか、あるいは、他方のものとなるのか、いずれかになる。 奴隷制の反対者がそのこれ以上の制度拡大を阻止し、大衆の心が奴隷制は、究極的に廃絶される道にあると信じて安らぐか、奴隷制の推奨者が古きも新しきも、北部でも南部でも、あらゆる州で揃って、奴隷制が合法になるまで突き進むか、どちらかしかない。この討論の間、リンカーンは、自分の演説は、 奴隷制度廃止論者のものではないと主張し、チャールストンの討論では次のように書いた。私は黒人の有権者や陪審員を作ろうというのでもないし、彼らが役職を持てるようにするというのでもない。この討論は数千人の慣習を引きつけ、パレードやデモも行われた。リンカーンは最終的に選挙では落選したが、次のように誓った。 戦いは続けられなければならない。市民の自由という大義は1回破れても100回、破れたとしても降伏してはならない。この討論に続いて、コネチカット州出身の奴隷制度配信運動家の行動で新しい暴力の方に注意が向けられた。ジョン・ブラウンは奴隷制度擁護派と戦うためにゲリラ戦をも推奨する攻撃的な奴隷制度配信運動家だった。 マサチューセッツ州の事業や、社会の著名な指導者たち、集合的に、シークレットシックスと呼ばれた者たちから、武器や財政的援助を受け、血を流すカンザスの暴力行為に参加し、1856年5月24日には、ローレンスに対する襲撃に反応して、ポタワトミ虐殺事件を指導していた。1859年、ブラウンは奴隷を解放するために、 バージニア州に向かった。10月17日、ブラウンはハーパーズフェリーで連邦政府の武器庫を占領した。その計画は周辺の奴隷を武装させ、奴隷の軍隊を作って南部を石鹸し、奴隷所有者を攻撃して奴隷たちを解放するというものだった。しかし、土地の奴隷たちはブラウンを支援するために立ち上がろうとはしなかった。 ブラウンは市民を5人殺し、人質を取った。また、プロイセンのフリードリヒ大王が、ジョージ・ワシントンに送った剣を盗んだ。ブラウンは、当時中佐だったロバート・イーリーの指揮する武装軍隊に捕獲された。ブラウンは、バージュニア州に対する反逆罪で裁判にかけられ、1859年12月2日に、公主刑に処された。ブラウンは、 公主代に進む時に監守に一枚の紙を手渡した。それには、血を流すことなくして、アメリカ合衆国から奴隷制の、罪は洗い流せないと予言してあり、読む人を震え上がらせた。ハーパーズフェリーの襲撃は、ブラウンを、犯罪者とみなした、南部人を怖がらせ、ブラウンを英雄かつ殉教者と祭り上げた、北部奴隷制度廃止運動家に対する不信感を、 ました。1860年、アメリカ合衆国大統領選挙に向けた民主党全国大会はサウスカロライナ州チャールストンで開催された。通常は北部で開催されており、これは異例だった。この大会で人民主権の原則を採択した時に50人の南部人大議員が退席した。大統領候補として、 誰を指名すべきかこの大会では決められず、その決定はメリーランド州ボルティモアでの2回目の大会に持ち越された。ボルティモアでは、いわゆるファイアイーターに率いられた110人の南部人大議員が新しい順州に奴隷制を拡大することを肯定する考慮が採択されなかった時に会場を後にした。残った大議員たちで大統領候補として スティーブン・ダグラスを選出した。南部の民主党は、バージニア州リッチモンドで、独自の大会を開き、ジョン・ブレッキン・リッジを大統領候補に指名した。どちらもが民主党の真の声を代弁すると主張した。元のナッシング党とホイッグ党のいくらかが、立憲統一党を結成し、合衆国憲法と土地に関する法のみを支持することを、公了とした。 エイブラハム・リンカーンは共和党全国大会でウィリアム・スワードが共和党の特定の支部と疎遠になったことがはっきりした後でその指名を勝ち取った。さらにリンカーンはリンカーン・ダグラス討論で有名になっており、またそのイルベンサと奴隷制問題に関する重要的な姿勢でも知られていた。本選挙ではリンカーンが選挙人投票の過半数を制したが、 一般選挙結果では40%を獲得したに過ぎなかった。民主党の投票は3人に分かれ、リンカーンが第16代大統領に選出された。1860年11月にリンカーンが当選したことで、12月20日にはサウスカロライナ州がアメリカ合衆国からの脱退を宣言した。1861年3月にリンカーンが就任するまでに、 他に6州が脱退を宣言した。すなわち、ミシシッピ州、フロリダ州、アラバマ州、ジョージア州、ルイジアナ州及びテキサス州の順だった。北部と南部の人々がバージニア州で返してアメリカ合衆国を一つのままにしておこうと努めたが、憲法改正の提案は成功しなかった。2月に南部の7州はアラバマ州モンゴメリーで集まり、 新しい政府としてアメリカ連合国を結成した。最初の議会が2月4日に開催され、暫定憲法を採択した。2月8日、ジェファーソン・デイビスが初代大統領に指名された。南北戦争での勢力図、北軍、青色は自由州、黄色は奴隷州、南軍、茶色順州は、シェード表示リンカーン大統領が、 サウスカロライナ州チャールストン沖合にある連邦軍の基地、サムター取出の明け渡しを拒んだ後の1861年4月12日、ジェファーソン・デイビスが指導するアメリカ連合国政府は、PGT ボリガード将軍に、取出への砲撃開始を命じた。取出は死傷者もなく2日後には落ちたが、戦火はアメリカ中に広がった。 それから2ヶ月のうちにさらに4州が脱退を宣言した。すなわち、バージニア州、アーカンソー州、テネシー州及びノースカロライナ州だった。奴隷州だったメリーランド州、デラウェア州、ミズーリ州及びケンタッキー州は、ワシントン DC の連邦政府からの強い圧力のもとに脱退はしなかった。北軍も南軍も戦争遂行のために相対的な 強さと弱さを持っていた。北部は人口が多く工業化が進み鉄道が発達していた。しかし南部は強い軍隊の伝統があり戦争に対する備えがあった。サムナー取り出以前であってもアメリカ連合国は10万人の志願兵を集めることを承認していた。さらにこの闘争の性格は南部にとっては防衛、北部にとっては 攻撃になることを意味した。北部が勝利するためには、アメリカ連合国を征服し占領する必要があった。南部は、対照的に北部の大衆が、戦争意欲を失うまで北部を止めておきさえすれば、よかった。当初北軍は、アービン・マクドウェル将軍の指揮下に3万5000名の、軍隊を集めたが、これはその時点まで、北、アメリカでは、最大のものだった。 高らかなファンファーレと共に、まだ兵隊になりたてで訓練も積んでいない兵士たちが、6週間のうちに、アメリカ連合国の首都リッチモンドを占領し、戦争を終わらせられるという考えを抱いて、ワシントン DC から出発した。しかし1861年7月21日の第1次ブルランの戦いでは、マクドウェルの軍隊は完璧に打ち破られ、 首都ワシントンに逃げ帰るという大惨事になった。この戦闘に続く7月26日にジョージ・マクレラン少将がポトマック軍指揮官に着いた。マクレランは6週間で終わるような戦争ではないことが明らかになったので、打ち砕かれた軍隊の再建をはじめ、間に戦える軍隊に変えた。 ワシントンからの圧力があったにもかかわらず、マクレランは1862年3月までは動かず、リッチモンドを占領するために考案した半島方面作戦を開始した時に戦争は本格的になった。この作戦は当初成功したが、その最後の日々に新しく南軍北バージニア軍の指揮官となったロバート・イーリー将軍からの強い抵抗に直面した。 6月25日から7月1日にかけての7日間の戦いと呼ばれる一連の戦闘でリーはポトマック軍を後退させた。マクレランはワシントンに呼び戻され、ジョン・ポープ将軍のもとに新しい軍隊が結成された。8月リーは第二次ブルランの戦いを行い北軍ジョン・ポープのバージニア軍を破った。ポープは介入され、その軍隊は マクレランの軍隊と合流した。リーはヨーロッパ諸国の認知を得て戦争を終わらせることを期待してそこからメリーランド州へ進行した。両軍は9月17日のアンティータムの戦いで激突した。これはアメリカ史の中でも1日だけの戦闘としては最も流血の多い戦闘となった。この時の北軍の勝利がエーブラハム・リンカーンに 奴隷解放宣言を出させる契機になった。これはアメリカ連合国の中にいるすべての奴隷を1863年1月1日付で解放することを宣言したものだった。これは現実に奴隷制を終わらせたのではなかったが戦争に意義ある理由を与えヨーロッパからの干渉を防ぐことに貢献した。北軍はアンティータムでの勝利に さらに軍事的につけ込むことができなかった。マクレランは南軍を追撃できず、リンカーン大統領は彼の言い訳や戦う意欲の無さに飽き飽きした。マクレランは10月に解任され、アンブローズ・バーンサイドがその後釜に据えられた。ただしバーンサイドはまだその地位につく準備ができていないと訴えていた。バーンサイドは北からリッチモンドに迫ろうとしたが、 12月13日のフレデリックスバーグの戦いで残豪に入った南軍に対して無益な数度にわたる攻撃を命じた後で悲惨な結果に終わった。翌年も北軍にとっては難しい戦況になった。1863年1月にバーンサイドと交代したジョセフ・フッカー将軍も5月初旬のチャンセラーズビルの戦いで リーとストーンウォール、ジャクソンの軍を止められなかった。しかし、リーの二度目の北部進行は、悲惨な形に変わった。フッカーが、ジョージ・ミードにすげ替えられ、その4日後に、ゲティスバーグの戦いが起こった。この戦闘で、リー軍は貴重な戦力を多く失い、その後は二度と元の戦力にまで戻らなかった。ゲティスバーグの後で北軍の指揮官、ジョージ・ミードが、 リー軍を追撃できなかったことに起こったエイブラハムリンカーンは新しい北軍指揮官にユリシーズ・グラント将軍を指名した。東部で南軍が北軍との流血の多い膠着状態を続けている間に西部では北軍が大きな成功を挙げていた。当初南軍がウィルソンズ・クリークの戦いで勝利を収めたにもかかわらずミズーリ州における 南軍の反乱は1863年までに連邦政府に抑えられた。ペリービルの戦い後、南軍はケンタッキー州からも追い出され、北軍の大きな勝利となった。リンカーンはケンタッキー州に当てて、私はケンタッキー州を失うことが、戦争全体を失うことに近いものだと考えると書き送った。ミシシッピ州、ビックスバーグの陥落で、 北軍はミシシッピ川を支配し南軍の領土を二つに分けた。ウィリアム・シャーマンがチャタヌーガとアトランタで成功したことで南軍はシャーマン軍によるジョージワ州とリオカロライナ州の破壊をほとんど妨げられなくなった。いわゆるダコタ戦争が1862年にミネソタ州で勃発した。1864年、グラント将軍は ジョージ・ミードとポトマック軍の直接指揮官となり、シャーマンを西部戦線の指揮官に据えた。グラントは南軍に対して総力戦を始めた。彼は北軍の強みがその資源と人的資源にあることを理解し、リー軍に消耗戦を挑む一方で、シャーマンには西部を徹底的に破壊させた。グラントのオーバーランド方面作戦でリー軍をバージニア州。 ピーターズバーグに追い詰めた。そこでのピーターズバーグ包囲戦でリー軍と共に残豪戦を始めた。この間にシャーマン将軍はアトランタを占領してリンカーン大統領の再戦を可能にした。続いて有名な海への進軍を開始しジョージア州とサウスカロライナ州を破壊した。リーは1865年3月から4月にかけて ピーターズバーグから逃亡しようとしたが、グラントの数に勝る軍隊に捕まった。リーは、アポマトックスコートハウスで降伏した。4年間にわたった、損失の多い戦争が終わった。1865年4月14日、この日は、リー降伏の知らせが、ワシントン DC に届いてから4日後だったが、お祝い気分が首都を覆っていた。その夜、 リンカーン大統領は、フォード劇場での、我々アメリカのいとこの感激に臨んでいた。3幕目の時に、ジョン・ウィルクス・ブースという南軍の同調者が銃で、リンカーンを撃って殺した。ブースはその現場から逃げる時に、バージニア州のモットーである、防君破格のごとしと叫んだ。ブースは12日後の4月26日、バージニア州、ボーリンググリーン近くの農園で見つけられた。 彼は、北軍のボストンコルベット軍曹に撃たれて殺された。ブースの共同防御者たちは、軍事委員会で裁判にかけられ、7月7日に、公主刑に処された。ランベール、クレイグ、ザ・デッドリー・ストア。ハーバード・マガジン、2007年10月14日、閲覧。グルームス、RM、ディキシーズ・センサード・サブジェクト、ブラック・スレーブ・ホルダーズ。 t-h-e-b-a-r-n-e-s-r-e-v-i-e-w-v-i-a-n-m-e-r-i-c-a-n-c-i-v-i-l-w-a-r.com 1997リ <music> トリーブドオク d October ーー24 2007オルセン、OH historians and the extent of slave, ownership in the southern united states, civilwarhistory.net.dicember2004、e、retrieved october242007james macpherson, ドローン with the sword, ページ15ただし、マルコデンの該当箇所の日本語訳は、 文語訳、もし家別れそうはば、その家立つことのわざるべし、公語訳、もし家が内輪で別れ争うなら、その家は立ち行かないであろう。心境同訳、家が内輪で争えば、その家は成り立たないなどとなっている。ハンソン、ヘンリー、ザ・シビルオー、A ・ヒストリー、ニュー、アメリカン・ライブラリー、ニューヨーク、1961、ピコグラム29、高木やさか、斉藤光。 リンカーン演説集、岩波文庫、1957、P43 ハンソン、30ハンソン、31ジョン・ブラウン、バイオグラフィーページ8訓練・ジョーンズ。マリアンヌ、アニバーサリー・ボリューム・ギブス・ニュー・ボイス2、パイオニア・アカウンツ・オブ・ス・アップライジング。ユニバーシティ・オブ・シンシナティ、2007年6月6日、閲覧。ありがとうございます。